10丁目学校に着きまして、あ、なんか文章出たよね、あれここは学校みたいな、しまったな、そういうの見てからじゃないとダメだね、中断するんだったら。惜しいことした。あ、あいつ攻撃しようとしてきてるぞ。しかしその前にやっつけた。道が細いね。あ、これは赤いから水系やった方が良さそうだな。教室にガラ、お邪魔します。すごい作りの、あ、もうパンパンか。結構いらないもんも多いな。悪臭が治る、加速状態になる。ちょっとポテト多いな。あ、そんなとこに敵がいたか。あー違う違う斜め移動したかったんだ。しかしパンパンになっちゃうから、でこれ俺死んじゃうから捨てときますか。ラムネ、連撃の香水、ほう、連撃ドットハックを思い出すな。多分2回コードができるようになるとかそんな感じかな。加速、これも加速系か。ちょっとの間加速状態になると最高にハイになっちゃうかな。危ねえ危ねえ、狭い道であいつに会うのは怖いぜ。ひねり上げどんどん使って、ランも開けておかないとな。くどいやつはいいや、くどいからな。どういう範囲だったんだ今のは。よし、これ貫通できるやつがあった方がいいんだろうけども。あーダメだ、弱い。じゃあここで貫通のか、それか全体に与えるようなやつ。スタン負荷もあるからこれ使ってみるか。幻想スカイドリフト、しまった、弱かった。直線貫通、お、これいいんじゃないか。威力は14、まあ普通だね。そういやフレンドリーファイヤーしてるぞ。これ火じゃないとろくにダメージを与えられないな。えい、危ない危ない。笛雨、ヒューヒューってつい吹きたくなるやつ。威力の上がる熱血クレス、クロスつけといた方がいいかなってね、迷うんだよなそういうところが。使ってみよう、やけどが治った、お、ちょうどいいね。赤いやつ、陰夢じゃなくて直線のこれでいいか。あれそんなにって感じだな。あれかな、土属性の方がいいのかな。あら、バリケードがここまで直線なのに。アンデッド系に、間違えた、これで唱える、土、効くちょっと位置を変えとこう。メタルジャベリンをイン、貫通持ちだからこういう場所で使うにはとても良さげ。ちょ、無名が今ないからこれもそろそろ使っとこう。画面内全体、おっとー、しまった。
ゴリ押す。痛い。MP がなくなると大変なことになってしまう。うん、消費も激しくなったしダメージも激しくなったからポテトを使う機会も増えていきそうだな。こういうとここそダッシュ気をつけないとだね。煮干しと言いつつダッシュしている。あれどっちだ。これは火だね。土、単純に強いなこいつ。次のエリアへ。あれ学校、あ、未読のメッセージはこうやって次のところに行ったら再度流れてくれるんだ。そうだ、副部長の件ゾノさんにちゃんと説明しなきゃ。やりたくねえのにって言ってたよね。ん、あれ止まっちゃった。あ、治った治った。エビせんべい、紅色の魔石、紅芋。敵が上にいるな。どっか行っちゃったかな。いた。バリケードか。ちょっと回復しとこうかと言いつつ進んじゃう。いるな敵。別のところいたか。今のはちょっと止まった動きがあったので、敵反応が。わあ、ポテトがいっぱい。黒いポテト、呪い状態か。敵がいないから今のうちということで。いたまずいね鳥さん。君には何がよく効くかな。同じぐらいか。俺が食う前にもういたかなね。このマップに入った時にまだいなかったから、つい敵がいないもんだと思って油断してしまっていたよ。やけど直しとくか。やけど直せるものなんか持ってるかな。うん、笛飴何の効果だろう。沈黙治った、猛毒治った。ほう、いろいろあるね。 HP も回復しておいてと。やけどを治すもの、ブラックガムとか違うか。まあそのうち治るからそれでいいか。呪いが、よし治った。いっぱいいる。貫通なんというあれ逃げてる敵がいる。あれかな、袋工事なのかな、この先は。だね。で、右上が多分次のマップへかな。だね。その前に探索。はい。レベル上げが大事だからな。倒せるうちに、敵に対抗できるうちに、しっかりと敵を倒して経験値を稼いでおく。しまった。こいつには何がいいかな。ダイヤモンドハンマー届くか。お、こいつには水だね。ちょっと節約。よし、こういうとこで追い詰めて攻撃できるのはケースバイケースではあるけどもとても助かる。デバフつくけども使っちゃおう。悪臭、ううくせ、ダメだこのデバフはダメージを食らいすぎる。おっとおっと、しまった。やけどもな、どん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 ダメージを食らっちゃうから。いるな。で、あいつはこれは魔法シールドか。
フローニードル。水属性がよく効くと。こっちは多分なんもないな、バリケードで。ここは壁か？まだ先ある？壁でした。よし、じゃあ次のエリアに向かいましょう。少し敵が多めに来てるようだったら、アイテム欄にある魔石を使って全体攻撃かつアイテム欄を開けないと。よし、ちょうどいい時に。じゃあここのソリッドブリザード、凍結負荷。おお、あ、ここ大丈夫か。こいつがね爆発しちゃうから怖えな。遠距離シールドをつけておけば爆発ダメージある程度防げたりするかな。周囲に防壁、これはあれだ危ない性能を持ったやつだったな。ここはこいつをやっつけておいて、うわっ食らうな。で1ターンでやっつけられるかな。インド人を右には全体攻撃だから、まあ、フロニードルでいいでしょう。よし、ハイパーミントガム、すごく爽やかそう。しかし内容が分かんないから、いや使っちゃえ。悪臭が治って MP10 回復ね。なるほど。こいつは火魔法で OK。 教室に入ります。失礼します。ガラ、腐った牛乳敵にぶつけてやりたいね。うろうろと。おっとー、よし、一旦でやっつければさらに敵、あいつに対して誘惑して、誘惑があいつに当たってちょうどいい感じ。フローニードル入れとこ。結局やっぱり単体攻撃っていうか遠距離でね、こういう感じの攻撃が一番使用頻度は高くなるし。ほう、画面全体、前方範囲、どんなもんだ前方範囲の。あー、しまった、そういうことかせっかくの範囲攻撃なのに。もうちょっと足りてないな。やっぱりホモじゃないからだったら届くけども、ちょっとこうフローニードルで、あ、危ね危ね。で後ろにいるやつもこれで攻撃。あの鳥が届かないのに自分を中心にどんどん撃ってくるからな。ここはほう回復しないとだな。で、まあ、この場でボーンしちゃえば大丈夫。よし、誘惑の微ダメージではあるけども誘惑でダメージを与えておいてファイアスマッシュ一撃で倒せるようにしておくと。真ん中あたり行けてないな。あ、こっちは行き止まりだったか。もしはこっちが、あ、違うね。とりあえず真ん中の道をつなげておく。誰だ、ストーキングしてるやつがいるぞ。これはあの鳥かな。道はつながったが、ここは行き止まり。おっと、ダッシュをしているとこういう目に遭う。ほい、あれ向こう行っちゃった。ちょっと待って、遊ぼうよ遊ぼうよ。やったぜ。おっと危ない。あ、お姉さん、お散歩の魔女、差し入れ頑張ってね。やったー、まじないの。ちょっと暗くなってきたな。
3エリア先でってのはヒントじゃなくて、この牛乳少ないねとかもお姉さんの独り言か完全に。次のエリアへ。13丁目。雨、元気の雨。この香水はなんだ？暗闇の香水。これ絶対盲目になるでしょ。まじないの香水、なんだろうな。試しに使ってみちゃおう。ま、お、強化するのかな。ファイヤースマッシュ、これにする。レベルが上がった。あ、やっぱり。なるほど。レベル7。使っていても確か熟練度のごとくだんだん強くなってくるって。あ、間違えた。だんだん強くなるって書いてあったな。腐った牛乳とか、これもう飲まない方がいいだろうから捨てた方がいいかな。でもこれここの場に捨てても残っちゃうから、まあ、ダッシュで抜ければいいか。ダッシュでね、行った場合は不思議なダンジョンシリーズと同じようにその上に乗るだけで拾ったりってのがないから。アイテムがあるぞ。魔石、無名の魔石欲しいな。せっかく名前つけて遊べるゲームだから。あ、黒い、なんだこれ。貫きの魔石、これは合成で貫通効果がつくんだな。説明ですね。母なるクロス、母なる大地を。ああ、これはあの鳥だな。3発かかっちゃった。当たるか、ダメか。あれ、こっち来てないか。どっか行っちゃったね。いたー。つまりそこが行き止まりってことだな。そういうわけでもなかった。お、こいつらが並んでくれてるとうまいぜ。貫通で一気にやれるし。行き止まりは行き止まりか、敵にとっての。次のエリアへと。まだ適正反応が画面には現れてないけども、俺レーダーが、えい、裏側にもいる。こいつはなんだ。よし、じゃあファイヤースマッシュで OK。 アイテムを落とした、いただいておきましょう。ホットミルク、いくつ回復だ。眠り状態になった。確かにホットミルクを飲むと眠りやすくなるとは聞いたが、危なかった。敵の近くでやってたら大変だったな。歩きながらもこういう魔法を選べんだ。まあでも止まってやった方が、硬い組止まってやった方が事故がなくていいかな。ほい、緑色の魔石、君はこいつか。そろそろ MP 回復しないと。もう一個食べておく？もう歩いてるうちにも回復するから、とは言いつつ結構減ってきたな。3分の2ぐらいはキープしておかないと危ないかな。クロスだ、初心者クロス。効果のほどは説明書きがない。じゃあ装備して見てみるか。みんなこれを使う。じゃあいらないんじゃないかな。あとアイテム欄がパンパンになったら捨てよう。もしこのまま普通に進めてね。お店の、しまったぜ。しゃあない。お店があったらそこで売ることができるから、つい残してしまっている。ほいや、ほいや。こっちは何もなし。掃除するときにさ、椅子は上に乗っけるじゃん、机の。
今ののっけ方は大掃除の時とか、あの机の中身が空っぽになった時はああやって運んでたような気がするな。通常だとね、中身が入った状態だからその時にひっくり返しちゃうと中が大変なことになっちゃう恐れが。君は誰だ？あの爆発するやつか、電球みたいなやつ。悪臭になるだけだから使っとくか。いや、やめといた方がよかったな。すぐに治りはするけどもダメージを食らい続けちゃう。なんだろう、綺麗なアイテムというか問題なくマイナス要素のないアイテムをつい残しちゃう癖があるんだよな。くどいポテトだからいっか、初心者クロスも捨てておこう。いざという時にね、ちょっと眠っちゃうような効果がついてんだと使いたくないからな。ぬめぬめ、こいつにはファイアスマッシュで良さそうだけどもHP が高い。ホットミルク寝ちゃうから今のうちに使っとくか。敵あそこにいるか。でもこっちに気づいてはいないだろうから、グビグビふはー、よし、左に進み行き止まりと。お、あっとー、この子たっちゃんめ、何が効くかな。よし、ファイアスマッシュで十分だ。今回無名魔石が全然手に入ってないな。君は誰だい？鳥。鳥。アスランからもらった大切な鳥、フローニードルでやっつけたぜ。どこに行くんだい君たち。仲良く並んで移動してたけど、おっと、つまりその先は行き止まりか、次のマップへのやつか。行き止まり、白い魔石、アイアンクロス、これは持ってたやつじゃないか。うん、じゃあ捨てちゃおう。激辛ポテト、緑色魔石、魔石を使って相手村開けたいな。あれ、ちょっと範囲外だったか。おー危ない。範囲扇形、多段攻撃、多段攻撃とか面白そうだな。特性として範囲十字、クロス、クロスってつけると十字になりそうだね。グランドクロスとか。しかし扇形だから範囲は大したことなさそうだから、敵が近くにいるときに撃ってあげた方がいいかな。しかしなんか扇形がちょうどよく当たるような感じで敵が迫ってくるってことがあまりなさそうな気がするけども。ちなみに、ん？あ、しまった、今のクロスだったか。扇形、通路でやってもちょっと分かりづらいね。怖えな、ちょっと移動してくんないかなあいつ。したらシールドを貼っておいて、うん、これでファイアスマ、そろそろアイテム欄がパンパンになるんじゃないか。逃げき、こっちで行っちゃうか、次のエリアへ。16丁目、おっと
ちゃんと確認しましょうね。扇形、ちょっと使ってみるか。こういう感じか。これはとても危ないので、よし、あ、2人に食らうか。おっと、そしてギリギリだった。これ全体攻撃、でも MP 消費が激しいから、そして悪臭状態での、おーっとおーっと危ないことになってる。まず回復からな。バリア張ったらどうなる。あー、ダメか、通常攻撃にはって感じだな。で、自利品になっちゃうんで、貫通でもこれ12だから弱いでしょ。1体ずつやっつけてもいいんだけども、そうするとこっちの MP がね足りなくなっちゃうと怖いんで、あ、しまった、これだと手前には当たらなかったか。やっぱファイヤーシュートでどんどんやってあげた方がよかったか。で回復して、普通に攻撃した方が良かったね。いろいろ範囲とか全体技とかもあるけども、 MP 消費とあと威力自体がね、今何装備してる？ちゃん装備外したままだね。あ、違う違う、ちゃんとつけた、よかったよかった。炎属性の MP 消費下がってるから、やっぱりファイヤーシュートとかで押してあげた方が良さそうだな、しばらくは。だからワンパにはなっちゃうけども、まあメイン攻撃みたいなもんだからね。試練やトルネコでいうとこの通常攻撃振ってるようなもんと思っていただけたら、そこまでなんだろう、ずるいプレイにも見えないというか、まあ普通のプレイだなって感じで見てもらえるでしょう。やみつきでいいや。おや、気づかれなかったか。気づかれてますね。うわー、位置が悪い。もうちょっと話しておくべきだったな。これ、やけどになるんだよね。HP が減ってしまう。かまわん、牛乳は、まあまあある。さあ、アイテム不足になってきたぞ。よっ、緑色の魔石。しまった。この範囲じゃ、一発食らってしまう。同じことをやってしまった。せっかくちょっと離れていたんだから、しっかり取っておいてあげればよかった、距離を。よし、レベルアップ。 MP が100になった。3桁。よし、ミスった。今日無名手に入らないな。お、牛乳だ。低脂肪乳。そういう現れ方しないでくれよ。よし、毒は食らわなかったぜ。君はなんだ、こいつか。多分あのドロドロの釜持ったやつかな。結構いい時間だな。よし、じゃあこのマップをクリアしたら移動してっていう、クリアというか渡り切ったら、次のエリアへ。OK、
結構大変になってきたな。さっきは少し危なかったしね。ってな感じでまた次回。